はいどうも、ナフィです。今回はディルックについて触れていこうかなと思います。最近ディルックを当てた方や、今更だけど育てようか悩んでる方は、ぜひ参考にしてみてください。それでは本題に入っていくんですけれども、チャンネル登録がお済みでない方はよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。はい、ってことでまずはね、僕が今現在使っているディルックについてお話ししていこうかなと思います。ステータスから見ていくんですけれども、HP が 18,972、攻撃力が 2,837、防御力が 1,044、元素蓄積が63になっております。攻撃力は炎の元素共鳴で 25% 持ってある状態なので、バフなしだと2,600ほどになります。次に詳細を見ていくんですけど、回心率が 49.9% で、回心ダメージが 151.1% で、元素チャージ効率が 143.4。元素ダメージが 61.6% になっております。続いて武器なんですけど、僕は狼の末路を装備させているんですけども、星4のコカシサクや黒岩の残党などもおすすめになっています。次に生物なんですけど、炎の魔女4セットにしております。いろんなね生物を試したんですけれども、魔女がね一番使い勝手が良かったんですよね。魔女がまだ揃ってない時は剣闘士で代用するのがいいのかなって個人的には思います。では花からステータスを見ていきたいと思います。花がこちら、羽がこちら、時計がこちら、杯がこちら、冠がこちらになっております。結構ねちょっと防御力がついてしまってはいるんですけども、回心ダメージもそこそこついているので、今はこちらをね採用させていただいております。理想としましては回心率を 60% 超えで、回心ダメージ 180% 超えで、チャージ効率はね気持ち盛れたらいいのかなって思います。意外とね盛らなくても案外すぐ溜まるので、気持ち 120% ぐらいあれば大丈夫なのかって思います。あと妖怪でのダメージをね伸ばせるので、時計の、まあ、僕が攻撃力アップにしてるんですけども、それをね熟知変えるのも全然ありかなって思います。次にテンプの紹介になります。上から9、7、7って感じのレベルになっております。個人的にはディルクはねバランスよく上げるのがおすすめです。それで固有テンプのノンストップなんですけど、正直ディルクは、ね、銃撃をあんまり使わないので、なくてもよかったなって思ってはいますね。でもう一つの溶融っていうものが、溶融の翼は普通に強いですね。元素爆発を打った後に炎元素バフがね継続されるのと、炎元素ダメージが 20% 上がるので、すごく優秀だと思います。僕が使っているディルクはこんな感じですね。正直ディルクはね無凸でもすごく強いキャラになっております。次におすすめのコンボについて説明していくんですけど、興味がない方はテロップに秒数をね出しておくので、そこまでスキップしていただけたらなと思います。では説明していきます。コンボの一つ目は通常攻撃スキル、通常攻撃スキル、通常攻撃スキルというね交互に打っていく形になりますね。こんな感じのコンボになっております。ほとんどの方がやってるコンボだと思うんですけど、これがね一番ね早くたくさんのね手数を出せるコンボになります。ディルックの元素スキルは間隔を上げて合計3回打てるので、このようなコンボができるんですよね。では2つ目なんですけど、さっきの応用で通常2段スキル、通常2段スキル、通常2段スキルって感じになります。これは手数が多いんですけど、その分ね長いんですよね。給湯時なんかには全然ありなんですけど、動き回る的には向かないコンボになります。基本的にはねこの2つだけできたら大丈夫かなって個人的には思っております。それで元素爆発を貯めてどんどん回転させていく感じです。では次に行きます。ここからはね実践を見ながらね説明していきたいなと思います。今回は給湯時を対戦相手にしていこうかなと思います。通常攻撃はそこまで高くないんですけれども、回心ね4000後半出てる感じですね。次に炎元素をまとった状態で見ていきましょう。見てわかるようにダメージがかなり上がっているのがわかるかと思います。ここにね元素反応とかを盛るとさらにダメージが上がっていきます。ってことで次におすすめの編成をね紹介したいなと思います。それではこの編成について話していきたいなと思います。まずねベネットなんですけど、基本的にドロップアイテム入るキャラなんですけど、ディルクとはねその中でも相性がいい本になっていて、ディルクは近接アタッカーなので回復が結構ね必要なんですけど、回復はベネットがまずしてくれます。次にダメージバフですね。元素爆発によるバフ効果と
僕はベネットに吸気族の生物をつけているので、さらに攻撃力を上げてくれます。それと炎の元素共鳴で攻撃力がさらに 25% 上がるので、めちゃめちゃ強いです。僕の中ではね、ベネットはねやっぱり、ね、必須になっております。次にサポート用のフィッシュルですね。理由は簡単で、オズが強いからなっております。しかもフィッシュルの貫突効果で自身の攻撃に合わせてオズも攻撃するようになるので、手数が多いディルクとは相性がいいです。最後にサポート用のガイア、じゃなくてガイアになります。ガイアはね妖怪要因で入れたんですけど、よくよく考えたらガイアの元素爆発は氷が炎元素の後から消してしまうので、あまり意味がないんですよね。なのでガイアの枠をリオネする方が無難かもしれないです。ではこの編成で給湯時本気で倒しに行きたいと思います。結構見ていただいたら分かる通りにゴリゴリ結構減ってるんですよね。ってことでこんな感じですね。それで最後におまけなんですけど、狼の末路をコカシタクイーン書いて戦ってみたいと思います。で黒岩のね体験なんですけど、ちょっとね僕持ってなくてちょっと試せませんでした。ってことでじゃあね、コカシタクの方を見ていきたいと思います。やっぱり末路よりはねちょっと劣るんですけど、それでもね十分ダメージが出てますよね。正直無関係の方でもとりあえずね効果施策を持たせておけば間違いないと思います。はい、っていうことでね、ここまでご覧いただきありがとうございます。ディルクは敵を倒す速度がすごく速かったり、使いやすさも十分な強くてかっこいいキャラなので、最近当てた方や育てようかなと思っている方はぜひ参考にしてみてください。また質問などあればコメントをいただけたらなと思います。僕のチャンネルでは解説動画やゲーム実況を定期的に発信しておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。この動画が一人でも多くの方のお役に立てたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。